Hi, good morning. 今日の動画は私の birthday の Get ready with me みたいな感じ。でもなんか変身みたいな。Anyways, 昨日ね夜中の3時ぐらいに寝て、寝れなくてずっと。で今すごい疲れてます。何か知らないけどアラームが鳴る前に起きちゃって、それからずっと寝れなくてベッドでゴロゴロしてたんだけど、今1時です。まあベッド出てからいろいろやったんですけど、まあこれからメイクをしていきたいと思います。誕生日のために。あ、今日の予定言ってなかったね。まあ今日は初めに島に行って髪の毛のカラーとかスタイリングをやって、でその後に家族でディナーをします。はい、で誕生日の日はこういう感じです。予定はそれぐらいかな。で誕生日の前に実はマツエクとかネイルをやりに行ったので、その時の映像はここに入れますね。はい、でメイクしながらちょっとこの抹茶を飲みたいと思います。 Baba, if you're watching this, yes, I am drinking matcha. I always drink matcha, honestly. で昨日さ夜中に寝たっていうことでちょっと顔赤かったりするんですけど、なんかめっちゃおでこ光ってるね。Anyways, ちゃんと寝れてないから顔赤かったりちょっとむくんだりしてるけど、 Whatever. It's okay. まあはい、じゃあこれからメイクをしていくんですけど、ほぼいつものメイクとそんな変わんないかな。もし毎日メイク気になる方はそちらの動画を見てください。上のカードをクリックすれば見れると思うので。昨日夜中にねたくさん皆様から誕生日メッセージとかいただいてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。もう本当に皆様のことを感謝してるので、いつも応援とかなんか優しいメッセージとかも送ってくれてありがとうございます。今日はめっちゃハッピーな感じなんですけど疲れてる。OKOK、okay, okay, じゃあ音楽聴きながら準備していこうと思うんですけど、やっぱりアリアナとかマライアだよね。ちょっと気分を上げるためには個人的にはね。そうだそうだ、メイクを始める前にちょっと顔のスキンケアだったり、ま、つけすぎた、ま、マッサージとかをしていきたいと思います。めっちゃ今顔濡れてるけど、いつもねローズウォーターでちょっとスプレーした後に夜にもマッサージするんだけど、このアマゾンで購入したゲイシャっていうのかな、ゲイシャを使ってなんかこうやってスカルプティングっていうのかな、英語ではスカルプティングって言うんだけど、はい、これをちょっとやっていきます。チークのところのマッサージもします。今ファンデーションとかセットしようと思ったんだけど、あーコンシーラー髪の毛になんかつけちゃって。 Great, amazing, I love it. これでメイク完成です。リップはわざと今してないんだけど、今日ディナーに着ていくドレスが赤なので、髪の毛やり終わった後に赤リップつけてから向かいたいと思うので、今はあれどっか行った、今はとりあえずこれをつけています。これはもうちょっと唇をプルッとしてくれるリップなんですけど、 Too Faced の Lip Injection Extreme で、で毎日やるメイクとそこまで変わらないって言ってたと思うんですけど、アイシャドウだけこのパレットを使いました。いつもだったらブロンザー使ってるかな。でこれはフダビューティーのヌードミディアムというパレットで、色はこういう感じです。で今結構髪の毛ボサボサなので、今はとりあえずポニーテールにしようかなと思っています。
メイクするのに結構時間かかっちゃったので、家出るまで今残り30分しかない。ちょっと急がないとかなって感じ。まあこれでセッティングスプレーをやって、持ってくメイク、タッチアップする時用のメイクをどれ持っていくかちょっと決めて、はい、今日着るドレスとかお見せしたいと思います。あ、でもそれサロンで見せるかも。そっちで着替えるんで、いや、そうするかも。今日はいつも以上にスプレーしました。はい、でサロンに着きました。ちょっとフォーカスしてないね、ごめんね。今日の洋服はこういう感じです。トップスとズボン、どっちも RMI で、靴は最近ザラのサンダルで、ちょっと寒かったけどこの後どうせドレスに着替えるからいいかなと思って我慢しました。でドレスはちょっと今預かってもらっています。でも後で着替える時にお見せしますね。もうね、なんかほぼすまない。まあいいや。でスタバでキャラメルラテ、オーツミルクとお水も買いました。じゃあこれからドレスします。喋んない、全然喋って大丈夫です。めっちゃ質問あるんですけど、